セキ星セイ,インコ、セキ星セイ,インコ、セキ星セイ,インコ、学名メラプシタカスアンジェラタスは、おおむめ、インコか、セキ星セイ,インコ族に分類される鳥。オーストラリア原産の小型のインコで、ペットとして人気が高い。和名語源となったのは、背面が黄色と青色の配色になっている理由から、セキ星セイ,インコと命名された。成長の体長は18から23センチメートルほどで、 スズメより少し大きい。野生個体の成長は頭部が黄色で、頭上から後頭部にかけて細かい黒の横縞模様が入るのが一般的。頬に背中と翼は黄色の縁取りがある黒い羽毛が生えるものが多い。胸から腹、腰までは黄緑色の羽毛に覆われ、お葉は緑、または青いものも多い。和名は日本に最初に来た。 赤星インコの背が黄色と青だったことに由来する。あるいは個星インコ、小青インコ、本星インコ、本星インコといった緑色を基調とするため、青インコと名付けられたグループがあるため、背中に黄色と黒の島を持つ本種は分類上は異なるものの、赤星インコと名付けられたという説もある。オスと、メスはほぼ同じ体色で、ヒナの時は、 オスメスの区別がつかないが、成長になると、くちばしの根本の尾光を包む、老膜という柔らかい皮が、オスは青色、メスは褐色になり、尾光の中や周りが白っぽくなるので区別できる。また、若鳥は、頭上の縞模様が額まで及ぶが、成長になると、額の縞模様がなくなる。本来の分布地は、オーストラリア内陸部で、木が、 まばらに生えた乾燥地帯の原野に生息する。群れを作る性質が強く、大小様々な群れで行動する。植生は草食性で、主に地上で植物の種子を接触する。真昼の日射が強い時間はあまり行動せず、祭事や水飲みは朝か夕方に行うことが多い。ほぼ一年中繁殖するが、乾燥地帯に雨が降った後は特によく繁殖する。巣は 軌道を利用するが、体が小さいので、節穴にも巣を作ることができる。一年に数回羽が降った年は、餌も豊富になって、個体数を大幅に増やし、大群が見られることもある。英名のバッチャリガーは、アボリジニの故障に由来するが、黄色い塔、小さな塔の意味であるとも、良いオウムの意味であるとも言われる。石イ,インコは、今やペットとして、世界各地で人気があり、 十四松や文鳥と並んでポピュラーな鳥である。品種は多く、色、模様等のバリエーションは五千品種以上もある。他に、背中に、羽衣があり、頭部にボンテンと呼ばれる特徴のある、羽衣石製ンコなども存在する。割と丈夫でもあるが、適温は20から30度で、特にヒナや病鳥は30度に保っていた方が良い。寿命は、 平均7から8年と言われるが、健康管理に気をつけると12から14年生きる。小型インコの中では最も喋るのを得意とする鳥で、中には100種類以上の単語を喋る個体が記録されている。インコの中では珍しく、長文も喋る、昔話、桃太郎など、飼い主の生徒住所を覚え込まされ、逃げ出して保護された先で名乗ったために自宅が判明した例もある。 基本的にメスより、オスの方がよく覚える。生後4ヶ月ぐらいから覚えさせるのが良いが、最初の単語を教えるのには、根気が必要である。また、手乗りかつ単独外でないと覚えにくい。また、人間の声のみならず、テレビの CM で流れる音声や、野鳥の鳴き真似を習得することもよくある。ただしそれと同時に、各国で、ペットとして飼われていたものが逃げ出し、 野生化もしている。日本でも都市部の河原などでしばしば群れが目撃されている。性別の判別は、花の老、老膜で判別する。上述の通り、ノーマル種であれば、オスが青くなり、メスは薄茶色になる。しかしハルクインやルチノーなどの人為的に生成された品種では、青い色素が欠乏しているため、オスの花の老、老膜の色はピンクであることが多い。 ひなから育てている場合でも、発情期になると気象が荒くなる個体がいる。特にメスにその傾向の強いものがいる。一部の赤生インコ愛好家の間では、俗にインコ臭と呼ばれる、赤生インコの方や頭から香るバターや、穀物のような特有の方向ある大臭を楽しむ、おもむきがある。この赤生インコ特有の大臭のもとは、普段食べている、餌の匂いとも、 おはの付け根から分泌される羽の手入れのためにくちばしを使った羽全体になじませる油とも言われている。ただし個体によってその体臭は大きく異なり、中にはほとんど体臭がしない個体も存在する。ペットショップ等で購入した直後は、店内の消毒液や他の動物の匂いなどがインコに染みついている場合があり、インコ本来の匂いはしない場合があるが数週間経つと本来の匂いに戻る。 マクロラブダスは、真菌の中でも、死亡菌の一種であり、学名は、マクロラブダスオーナサガスター、通称エイバイアンガストリックイーストと呼ばれる。かつては巨大な細菌と考えられメガバクテリアと呼ばれていた。石生インコ以外にも、鳥類一般に広く保菌されていることが知られているが、石生インコなど一部の鳥で重篤な症状が生じ、傾向がある。 不定期の潜伏期間を持ち、長い場合は、年単位である。代表的な症状として嘔吐、オート、おう軽眠、体重減少、黒食便、食欲低下などが挙げられるが、いずれも、ひっ症状ではない。糞便の顕微鏡検査によって診断される。治療は抗診金剤の傾向もしくは注射による、投与であるが、薬物体制を持つエイジーもあり、効果が見られない場合には、 薬剤の変更を試みる必要がある。エイジーは新菌であるため、抗生剤は効果を持たず、抗生剤を単独使用した場合、均衡対象や免疫低下によって最終的に悪化する可能性がある。野生種と同じく頭部から背部にかけて黒く細かい縞模様を持つ。野生種に近いグリーンと黄色の色素が抜けたブルーが一般的。他にグレー、バイオレット。 コバルトなどが存在する。背面や覆面、翼にぶち、色抜けを持つ。小ナゴン、大ナゴンといった日本名が付けられた品種、オーストラリアンパイドなどが知られる。宝石のオパールより名付けられた。覆面と背面が同じ色で、背面や翼の縞模様が大柄で V 字型になって、いるのが特徴。マダラの胃。背面や翼の縞模様がなく、 黒のまだら模様に置き換わっている。また腹部に色抜けが見られるため、緑や青の地色のものは存在しない。イエロー系、ホワイト系、クリーム系、四色系に分けられる。本来黒い縞模様が地色と同じ色に変化したもの。背面や翼の縞模様が灰色や褐色に変化したもの。色素異常により、全身が白くなった、アルビノ、アルビノ、黄色くなった、ルチノー ルティーノなどが知られる。単色だけでなく島や、ブチ、他の色味が乗るものも見られる。イギリスで改良された、一回り大きな体を持つ、赤製イ,インコ。体長は20センチ以上もあり、頭部が大きいのが特徴。日本で改良された、羽の一部が逆立っている品種。頭部に現れるボンテン、背中に現れる羽衣、腹部に現れる腹巻きなどが知られる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。